マーク・アンドリュー・レイノルズは、アメリカ合衆国ケンタッキー州パイク軍、パイクビル出身の元プロ野球選手、ウトウミギウ愛称はシェリフ。バージニアビーチにある、ファーストコロニアル高等学校や、アリゾナダイヤモンドバックス時代2004年の MLB ドラフト16巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。2007年、チャド・トレーシーが故障したことに伴って、 AAQ、モービル・ベイ・ベアーズからメジャーへ昇格し、5月16日のコロラド・ロッキーズ戦でメジャーデビューを果たした。その後レイノルズは最初の15試合で14得点する活躍を見せた。この年はナショナルリーグの新人として3位となる129、三振を起死したが、同4位の62打点、同6位体の17本塁が、また打率は、 279という数字を残した。ナショナルリーグ西部地区優勝を果たしたダイヤモンドバックスは10月3日中部地区優勝を果たしたシカゴカブスとディビジョンシリーズで対戦。レイノルズはこの試合に先発出場を果たし7回にカルロス・マーモルから決勝本塁打を放ちダイヤモンドバックスが3対1で勝利した。2008年は9月25日の セントルイスカージナルス戦でジョエル・ピネーロからシーズン200個目の三振を喫した。これは2007年にライアン・ハワードが記録した199三振を更新するメジャー記録となり、またメジャー史上初のシーズン200三振を喫した打者となった。結局レイノルズはこの年1 0 4三振でシーズンを終えた。またこの年は三塁手としてメジャー最多失策34。 最低守備率904を記録し、リーグ最多失策35個を記録した。この年は、メジャーリーグのハワードの前の三振記録保持者であった、アダム・ダンが短期間だがチームメイトになっていて、目の前で新記録を達成してしまっている。また、2008年は、三振試合数が120試合で65試合で2つ以上の三振を記録するマルチ三振試合を記録。これは、 当時の歴代はアースと記録だった。2009年のオールスターで5人の候補の中から33人目の選手を選ぶインターネットによるファン投票で、レーノルズは地元アリゾナ州選出のジョン・マケイン、連邦上院議員からの推薦もあったが、投票の結果はシェーン・ビクトリーのパブロ・サンドバルに次いで3位に終わった。8月29日のヒューストン・アストロズ戦の試合前に、 ルイス・ゴンザレス感謝ナイトが催され、ゴンザレスは現役引退を表明し、デリック・ホール球団社長の補佐に就くことを表明。レイノルズはこの試合で、ゴンザレスに次いで、球団史上二人目となるシーズン40本塁打を達成。最終的に44本塁打を記録した一方で、史上初の2年連続200三振、シーズン通算で歴代最多の223三振と自身の、 メジャーワースト記録を更新した。だが、本人は気にすることはなく、それがどうしたっていうのさ。今日はチームが勝ったし、僕も打点が100になった。こんないい日はないとコメントしている。さらに2009年は64試合で、マルチ三振し、三振試合数は128試合にもなり、当時の歴代ワースト記録であった。その上、一試合三個以上の三振を26試合も、 記録し、これは、現在も、歴代ワースト1位であり、リーグ最多の24個の失策を記録した。また、この年は、盗塁を24個記録している。2010年は、2年連続で30本塁打と80、打点以上の数字を残し、自己ベストの83式を選んだが、シーズン通じて、低打率の状態が続き、最終的に規定打席に到達したものの、 ナショナルリーグで唯一、メジャーリーグ全体でも2人しかいない打率は200未満となってしまった。また、レイノルズが初めて規定打席に到達して、以来、史上初の3年連続シーズン200三振以上も記録した。さらに2010年は118試合で三振し、66試合でマルチ三振を記録して、自らのマルチ三振試合数記録も更新した。 23試合で1試合3個以上の三振も記録している。これは歴代ワースト3位の記録である。ボルチモアオリオールズ時代2010年12月6日にデビット・ヘルナンデス、キャム・ミコライオとのトレードでボルチモアオリオールズへ移籍した。2011年も相変わらずの低打率であったが、三振数は4年ぶりに200を下回り、連続200三振の記録は、 ストップさせるも、マルチ三振は64試合、さらに115試合で三振を記録した。本塁打は、リーグ4位の37本だったが、打撃成績を改善させた一方で、三塁手として、両、リーグワーストの守備防御点マイナス29、リーグ三塁手最多策二26個を叩き出すなど、守備では足を引っ張り、終盤は一塁に回されるも、 リーグ最多失策となる31個を記録した。2012年は故障の影響もあり、135試合の出場に止まるが打率は前年並みで23本塁打を記録。そのうち15本を8月以降に放った。盗塁はわずか1つだったが、出塁率は向上した。しかし、三振数は出場時合数以上に多く、リーグワースト七位の五十九三振を、 記録してしまい、この年、史上最速のキャリアわずか6年で、通算戦三振も記録している。また、ポストシーズンでは、出場6試合で打率、136、安打3本で打点はわずか1、本類打0本で三振を10個と結果が出せなかった。高年報がネックとなり、オフの11月30日に、年報調停を申請されずに、FA となった。 クリーブランド・インディアンス時代2012年12月18日に年俸600万ドルの1年契約でクリーブランド・インディアンスへ移籍した。2013年、インディアンスでは1塁、3塁、DH の3役割でコンスタントに出場。99試合の出場で15本塁打を放ったが、打率215.123三振と荒さは相変わらずであった。守備は、 一類の41試合で3失策、守備率99。991DRS7、三類の40試合で6失策、守備率。918DRS-8 という成績で、こちらも相変わらずの接種だった。8月8日にリーフとなり、12日に自由契約となった。ニューヨークヤンキース時代2013年8月15日に、ニューヨークヤンキースと契約。 ヤンキースでは、一塁種をメインに三塁種も守り、36試合に出場。打率、236.6本類が、19打点、オプス0.755という成績を残し、インディアンス時代よりはやや調子を上げた。同様に守備の調子も上がり、一塁では1失策、守備率。995DRS に、三塁では14試合で、1失策、守備率。 963DRS にという安定した成績だった。オフの10月31日に FA となった。2014年1月17日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、3月28日にメジャー契約を結んだ。オフに FA となった。2014年12月12日にカージナルスと1年契約で合意した。 2015年11月2日に FA となった。コロラドロッキーズ時代2015年12月16日にロッキーズと1年契約を結んだ。2016年11月3日に FA となった。2017年2月2日にロッキーズとマイナー契約で再契約し、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月26日に メジャー契約を結んで40人枠入りした。同年は打撃が復調し、2011年以来となる30本塁打を記録した。また、通算三振数が歴代18位にランクインされた。オフの11月2日に FA となった。2018年4月12日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。参加の、AA、a 級シラキュスチーフスで10試合に、 出場後、5月12日に、ライアンジ・マーマンが、故障者リスト入りしたことに伴って、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。ナショナルズでのデビューとなった翌13日の、ダイヤモンドバックス戦では、5番、一塁手で、先発出場すると、4打数3アンダ、2本塁打3打点の活躍を見せ、このカードのスイープに貢献した。オフの10月29日に、FA となった。 2019年1月30日にロッキーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月26日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。7月21日にリーフとなり、26日に自由契約となった。2020年4月9日に現役引退を表明した。 2009年には44本塁打を記録した長距離砲だが2008年には当時のメジャーリーグ新記録となるシーズン204三振を喫しシーズン2 0 3三振を超えた史上初の選手となった以後3年連続2 0 3三振4年連続最多三振を記録し2009年には自らの持つ シーズン最多三振記録を223に更新した経験もあるほど三振が多く、バットコントロールは荒い。また支球もあまり選ばないため、出塁率もあまり高くはない。速球に強いがスライダーにはとても弱い。ありがとうございます。